ていうのは多少あるんですけど、はい、こういうアップテンポな展開でレイアップいければドルフィンズは楽な感じを出してくれたんですけど、はい、今のレイアップでドルフィンズはもっと楽にプレーできると思うので、はい、あとはスリーポイントが決まるか決まらないかところになってくると思います、はい、逆にこのシーホース三河のパークスウィングジャマトがつきます。パークス仕掛けた、パークスブロックがあったが決めてきます。ナイスフィニッシュから15点差あたり打ったり来たりという状況。パークスショートコーナー見事に決めています。アドバンテージがあるのでここに寄ってきて、そのそれから外に出すといった形ですね、はい、パークスの前に対して強いディフェンス松脇、ただここやっとレイパクシニア、もう3人4人出してますからね、はい、点の取り合いに、うわ高いですけど、ラボットパークスゼミアこのクォーターに答えがある。そしてクラーク、そうですね、3クォーターだけでも20対4なので、はい、ちょっとさっきのタイムアウトでも流れ変えれてないですよね、ンドゥールから張本、レイパークスが取りに来てピックアンドロール、張本、張本バスケリバウンド、森山も触るんですがレイパークスジュニア、ちょっと足がもつれましたがうまくコントロールしました。レイパークスジュニアフェイクから自ら持っていく好材料です。はい、ダーラムに対してクラーク、さあクラーク、ここでダブルチーム気味にドーンバッター、レイパークスジュニア、そして前に中東もいます。ペーサートン決めていく、あ裏のトリッキーなパスですが、これはカット、さあパークス足逆サイド、斉藤が打ちました。須田、そして張本、ショットクロック10秒切っています。パークスアタック囲まれた、ウンドゥールがスミスの上、レイパークスジュニア対チェンバース中に入った、オフェンスの形はできているところは何回かあります。そうですね、はい、オフェンスの形はそんな悪くないんで、ここは3オーバー、パークスジュニアが前を走る、前を走る、おクラークに渡した、ってもらうと19となってますので、いや行ってほしいですね、はい、こちらも楽しみです。そしてパークスジュニア、このクラークは平均得点が 20.7、 リーグ1位という選手です。あっと名古屋にボールが渡りました。ちょっと3円がふわっと入ってしまいましたね。パークスジュニアの3が来た、ベントラムのアタックだ、リバウンドは名古屋です。斉藤からレイパスジュニア、さらにパス通ってクラーク、渋谷が守れるか、ちょっと名古屋も攻めてなくなってますね、はい、レイパスジュニア、ただこれを決めます。レイパスジュニアそのまま行くか、うまいですね、伸びてくるともう少し宇都宮らしさが出てくると思いますよね、はい、まあ、名古屋もショットチャートを見ますと江里はヘルプに来ますが、遠藤持ち込んでショートコーナー、リバウンドはレイパークスジュニア、今遠藤選手のピックアンドロールに対してスクリーンを使わせないような守り方をしましたね、はい、赤本も体勢崩しながら打っていきましたが、多分いいですよ、レイパークスジュニアをスリーと見せかけて江里でした。斉藤相手を飛ばせてパスだ、レイパークスジュニア、よく決めた、逆転レイパックスジュニア3、こうしていたレイパックスジュニアがここで3、本来の持ち味も発揮してくれたということになります。で斉藤選手もこれよく見てますね。ですね、はい、やはり今季こういうクラッチタイムで斉藤の活躍というのは目立っていましたから、まあ、シュートはもちろん警戒するでしょう。コーナー中に入れました、ジャスティン・バーレルとコティ・クラーク、ベースラインアタック前、レイパークスジュニアがいました。ここは名古屋が守りきっています。斉藤からコーナー飛ばしてレイパークスジュニア、ふわっと浮かせてサトンです。ファールですね、はい、サトンから坂本、レイパークスジュニア先ほどスリーポイント決めているが、ここすり抜けて自分で行った、ショットギリギリ決めていきました。